だから何度も言ってるでしょ、この世界はね、ちんけな英雄に救われたのよ。這いつくばって泣きわめいて散々悪あがきしたガキ臭い英雄、それがおかしいのよ。周りの連中はいつの間にか巻き込まれていて、気がつくとその気になってた。ま、私もその一人なんだけど。まったく、青臭いったらなかったわ。いくら話しても無駄のようね、あんたたちみたいな俗物には。忘れません。絶対に忘れません。あなたのこと、あなたたちが残してくれたものを。別にいいじゃないか。あんただけじゃないよ。私にだってあったさ。帰りたい場所ぐらい。私にだってあったよ。神我流を預かる我がこの絵の戦い、この千年の都に刻みつけてゆけ。嘆きの淵、情熱はまだ胸を動かしてた。再びの約束を捧げて生きる。いすみ大尉、神宮寺教官、早瀬中尉、お姉ちゃん、ついに人類はここまで来たよ。しずる、春子、タエ、そしてみんな、とうとう私たちはここまで来たんだよ。そうか、やはりな。これで私たちは敵同士だな。敵か、そうであればまだマシだった。どういう意味だ。私たちは敵ではない、もっと厄介で立つのだ。敵より手強い敵。知っているなら教えてくれ。それを何と呼ぶのだ。恋が滝だ。我々はリオンハイブに進攻する。だが、それすら陽動に過ぎない。本作戦の目標は、オリジナルハイブ。
人類はこの戦いに全てをかける。